かな中バス南01系統は若葉台中央から国道16号線を経由して南町田駅に至る系統です。神奈川県住宅供給公社の横浜若葉台団地の開発初期の80年頃に路線設定されています。当初は地区公園経由での運転となっていました。長らく1日約1往復の体制が続いていましたが、17年4月からは休日のみ1往復となっています。南町田駅の駅名はこの19年10月より変更となっていますが、このバス路線においてはバス停名の変更は今のところ行われていません。なお担当する営業所は中山営業所です。この動画は南01系統の全面展望です。バスは若葉台中央を出発すると若葉台車庫前、霧ヶ丘高校前、若葉台南、
若葉台西を経由して横浜市道18号環状4号線に出て、これに交差する国道16号線に入って県境を越え、途中東名横浜町田インターのみに停車して終点の南町田駅に到着します。南町田駅には新しいバスターミナルが整備されました。パスも追加へのチャージは電気や。